影となり、徳川の使い番たる五の旗印、掲げるところに服部とあり、清康公の恩義に応える暗中飛躍の影法師、各有我は大事を助ける草の者、伊賀人将服部半蔵マセナリだ。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる。正義と忠義を胸に秘め、赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ前進あるのみ、戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政。斬られたい奴は前に出ろ。一輪無の字の旗の根、小牧長久手の戦では八幡林の朝掛けで秀吉方を震わせた。家康公から安の字を賜り、徳川家中人品最も高しと言われし我こそ神勇天秤の将、榊原康政推薦。はあ、生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為と、この手に握るは天下三名総とんぼ切り。我ことの難に臨みて退かず、我こそは戦国最強の武将、本多平八郎忠勝参る。四天王の神狩りは家康公の片腕と、味方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、四天王が筆頭、酒井左衛門の城忠次、いざ